釣り子 TV です。これジャッカルの RV クローラーいよいよ発売開始になりましたね。早速一つ買ってみましたよ。ジャッカルね、黄色と黒のねこんな感じのパッケージでね入ってるんですね。で欲しかったですね、こうリボルテージってね背中に入ってるこのカラーね買うことができました。これなんてカラーなのかな、RV ブラックってカラーみたいですね。で裏には説明書きがぎっしりとってことで、早速ねどんな感じなのか開けていきたいと思います。 RV クローラーね、リボルテージシリーズの大きめの羽物になります。はい、こんな感じで、こんな感じね。でまあまあまあ最終的にはこういう中に入ってるんですね。じゃあね開けていきます。こういうね、ちょっとこれゴムも取っちゃいます。思ったよりこう羽が大きめですね。おーあら、へー、結構ねボディは寸詰まり、まあ羽に対してボディがね結構小さく見えるんで、でどちらかっていうと中央より後ろより、まあセンターより後ろよりに羽が配置されているのかなというところと、ほっぺたにはねこんな感じのフランケンシュタインなねビスが埋め込まれていて、まあこう当たるよって感じなんでしょうか。でスプリットリングは最初からついていて、目はこれ多分専用の目ですね。リボルテージシリーズっていうのはこういう感じのね目になってくるんでしょうか。で背中にはリボルテージってね書いてある、まあやっぱこのカラーなんかねこのカラーいいなと思ってね。今パッと見た感じですね、これポンパドールシリーズのチューニングバージョンってことなんだよなぁなんていう風に思っていたんですけども、だいぶまあなんだろう、ポンパドールとは雰囲気が違いますね。特徴的な後ろのね可動式のね愛もないし、なんだろう、もう全く本当新しいね感じの羽物ですね。今までのそのメガポンパドールとかポンパドール、マイクロポンパドールいろいろあって、それの兄弟分って感じなのかなと思ったんですけども、まあサイズ感とかこの羽の雰囲気も含めてリボルテージ用にももう新しくね作ったんじゃないかな、そんな感じを感じますね。まあパッケージの雰囲気とかもね全然違うし、あで羽の取り付けばこんな感じ、結構シンプルな感じですけど、まあ専用のねパーツなんかもふんだんに使われていて、で羽がね結構ラフに動く感じですね。2つの愛を使ってで接続されていて、でなんか調整がしやすそうなですねシンプルなこう羽ね、こうなっている、で後ろに行かないようにするっていうのとね前に、でここまでちゃんと折りたたまえるので、なんだろう、飛びなんかも比較的いいのかななんていうふうに思いますけども、どうでしょうか。ここまでしっかり羽がしまうえるんで、ね、まあこういうパッケージにも入っていたぐらいなんで、例えばメガバスのねアイウィングとかはね比較的ちょっと羽が開き気味でね、ここら辺までただまあ後でちょっといろいろ並べてみますけども、なんでちょっとしまうボックスなんかをね少し選ぶなーなんていう感じがあったんですけども、 RV クローラーここまでしっかり羽がしまわれるので、まあなんだろう、ボックスなんかにもちょっと入れやすいのかなっていうのはね感じますよ。で重さの方もねちょっと測っておきたいと思います。 RV クローラーこれは何グラムでしょうか。
31.9g っていうことで、そこまでね、あの結構大きめの羽なんかついていますけども、ボディはねそこまでねデカって感じではないので、でまあどんな竿でもね比較的投げやすいんじゃないかなっていうね。これが 50g とかね超えてくると、あとね 100g 超えてきたりするやつだと、ちょっと使うタックルなんかも選ぶのかななんていうふうに思いますけども、 30g ちょいちょいだったら、まあミディアムヘビーからヘビーパワーぐらいのねアクションのロッドであれば、結構どんな竿でも使いやすい。まあミディアムパワーのやつなんかでもね、トップウォーターね、これなんか使いやすいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、どういうコンセプトのルアーか、ちょっと箱の方を見ていくと、全てはキッカーフィッシュを引きずり出すために、 RV クローラーは極限のハイプレッシャー下でワームにすら見向きもしないキッカーフィッシュに口を使わせるために生まれたクワセのビッグクローラーベイトである。狡猾なビッグバスを引きつける最大の要素は、最小限の移動距離でより多くの波紋を発生させ、水面でもだえる生物をイメテートするアクションにある。ハイフロートボディとビッグウィングの一見するとアンバランスな構成こそがこのルアーのキーとなる。その特殊なバランスがボディを左右に揺れやすくし、極めて細かなピッチの波紋を生み出すのだ。使い方は超デッドスローリトリーブからスローリトリーブ、特にロッドを縦気味に構えて緩んだラインの重みだけで移動させるほどの超デッドスローリトリーブが RV クローラーの真骨頂。立ち木や岩盤など垂直ストラクチャーの中層にサスペンドするビッグバスに特に有効となるメソッドだ。何をやっても反応しない、そんな状況こそ出番となるスーパーフィネスなビッグクローラーベイト、その威力を体感せよっていうことで、ハイフロートボディプラス RV クローラー専用ウィングね、このクローラーベイトの肝であるウィングについての説明が書いてありますね。ビッグフィッシュとのファイトを想定した薄型高強度ステンレス素材を採用、動き出しの速さとボディの反復回数の多さが特徴の専用ウィングだ。またボディの喫水を上げ、位置的にウィングの先端を下げたことにより、ウィング先端部がより水中に入り、わずかな水流も確実に捉えレスポンスよく動く。そのためアングラーがリールのハンドルを止めても矢代兵衛のように揺らぎ、自発的な誘いを可能にしたということで、内部構造についても書いてありますね。浮力を利用したアクションレスポンスを重視するため、重心移動機構やウェイトルームなどの壁を極限まで排除し、ボディ内部の空間を最大限に確保、アクションレスポンスを究極まで突き詰めたレーシング仕様だということで、やっぱりねメイドインジャパンって書いてありますけど、なんか結構ねポンパドールとは全体的に違うんだ、多分この見えないですけど中の構造なんかも全然違うかなというところと、で、この羽の素材はステンレス素材で、結構ね触ってみるとすぐ分かるんです、結構ね薄い感じで、まあ、ステンレスって重いですけどね、これを薄く仕上げることによって、なんだろうな、動きのキレの良さみたいな、ヤジロベイみたいに動くって書いてありましたけどね、このちょっと丸マッチボディでこう支点にして静かにこう水面にいい感じの波紋を出すためのね、そういった作りなのかなっていうことで、なんかね持ってみるとほんとね、どちらかっていうとダッチみたいな雰囲気もあり、あとはそうですね、今勝のアベンタシリーズの RS とかね、あれなんかもね後ろの方に結構セットバックした羽なんかが特徴的ですけども、そこまではいかないんだけども、結構ね今までのジャッカルの羽物に比べたらだいぶ後ろにセットバックされたような羽の位置なのかなーなんていう風にね感じますよ。まあ何にしてもね、まあもう10月に入ったんで、あっという間に11月12月ってなってきますからね、トップウォーターで効くシーズンね徐々に、終盤戦に入ってくるかと思いますけども、まあねこれでね今年ね羽物いろんなやつ練習したいななんて思っているのでね、早速釣り場に持って行ってどんな感じなのかなって、こう静かに誘い出すっていうね、コンセプトみたいなので、
まあ、スローリトリーブでね使ってみたいなというふうに思いますよ。それではね、まあ、他のね先発というかですね、これ結構羽物っていろんなのね出揃ったかと思うんですけども、その、まあ、最後の方にね今ね今年で考えたら出てきたのかななんて思いますので、その他のね羽物といろいろ比べていきたいと思います。はい、じゃあまずねこれね、買ってねまだこれ釣ってないんですけど、メガポンパドールね、これジャッカル同士ですけどもね、このメガポンパと羽のね全然形とかも違うんですけども、大きさ的にはね結構似たような感じなのかな。よりこのずんぐりむっくりでかいボディを動かすために結構大きめな羽って印象ですけども、このねなんだろうな、まあ大まかな形は似てるんだけど、よくよく見るとやっぱりね全然違うなっていうところで、何よりもこうメガポンパとかね、この音とかこの後ろのねプロペラとか、あとこの可動式のね愛ね、ここを回転するスイベルがついていたりとか、やっぱねこれはね結構ねサイレント、ウェイトがちょっとコトコト音はありますけども、もうね音の感じとかが違うし、まあ見えないですけど内部構造も違うよってことだったので、まあそんでサイズ感的にはですね、このメガポンパよりちょっと寸詰まりっていう感じですかね。ほら羽の感じも全然違うっすよね。で、あ、RV クローラーってここにちょっとね斜め気味に入ってるんですね。こんな感じね、全然違うなって思いますね。で、まあ人気の、はい、デカダッチと比べるとこんな感じ。まあどちらかっていうとデカダッチっていうよりダッチと比べた方がいいのかもしれないですけども、で、なんだろう、ポンパドールの弟っていうよりはやっぱりね、なんかね最初の印象でも感じたんですけども、このダッチの弟かなっていう感じ、結構似て、このねデカダッチを寸詰まりにしたらなぜか RV クローラーになっちゃったみたいな、そんぐらいね結構ね雰囲気的にはやっぱねこのダッチシリーズと似てるのかなってね。で、まあ、ジャッカルなんで、まあ、もちろんね、このポンパドールシリーズが羽物としてはあるんだけども、まあ、この感じはこの感じであるとして、ただ、まあ、トーナメントで戦うってなってくるときとかに、もうちょっとダッチ寄りなものが欲しいんだ、なんていうことなのかな、ってね、結構ね、そう、最初見た感じは、こんな感じで、結構ね、デカダッチを小型化したより食わせに特化した感じのルアーになってくるのかななんていう風にね感じましたよ。はいはい、まあ、ダッチと比べるとサイズ感的にはまあこんな感じっていうことで、じゃあ次は、はい、アイウィングですね。アイウィングね今年ね結構投げてるんですけども、まあこれはね縦に平坦なボディって感じ、これはまあ横に平坦なボディって感じで違うんですけど、まあ羽の大きさで比べると羽の感じはね、アイウィングなんかと似て、まあ素材とかもね、形も全然違うんでしょうけども、まあ、接続方法なんかも違うと思いますけども、まあアイウィングと比べるとこんな感じっていうことで、結構ね、これはやっぱりね、大きめのボディなんで、なんだろうな、ちょっと、いやっていう気分の時にね投げたくなる印象があるんですけど、それよりはねやっぱ小型なんで、なんかどんな状況でもちょっと投げてみたくなるんじゃないかなって、そういうねサイズ感の違いなんかがあるかななんて思いますけどね。でアイウィングの場合はね羽がね若干こういう感じなんですけども、結構ねこの締まりのね角度がね、まあさっきも言いましたけどこっちの方がねキュッと締まるんで、まあボックスには締まりやすいかなっていうね、そんな印象があります。はい、ね、まあね、これとかあとは、まあ、羽物といえばね人気の羽物ね、このね NZ クローラーと比べるとまあ
やっぱりね NZ クローラー大きいなーなんて思いますけどね、 NZ クローラーはねジュニアサイズとかね、今後、登場するみたいなので、そこら辺のねこの NZ のジュニアサイズとかとライバル関係になってくるのかなーなんて思いますけども、まあこの大きさの違いですから重さの違いもできない、使うタックルなんかも全然変わってくると思うんですけども、まあこれはねこの大きさなりのやっぱこのバーンってあるね存在感がすごいので、まあ存在感で雨の中食わせるとかそんな感じになってくると思いますけども、これはねあの軽やかにあのどんな時でも誘い出すよって感じになってくるのかなって思いますけども、一番ライバル的なのはこういう感じのところのルアーなのかななんて思ったんですけども、今勝のねアベンタの RS ですね、これはねまあよくね使って、まあ、釣ったなっていう記憶はあるんですけども、うん、あやっぱこう改めてみるとやっぱ RS はもうちょっと異常なほどこうセットバックされてたんですね。これによって着水するとクルリンパってねあの常にねこう泳ぎ出しがね、いいところから始まってくれるっていうのと、すごいデッドスローでチャッ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 、誘い方的にはこれね超デッドスローで誘う RS と、まあ、ジャッカルでそういうことをやりたいんだったらこのリボルテージの RV クローラー投げるっていう感じになってくるのかななんていうふうに思いますけど、まあ形はね全然違うんですけど使うコンセプトとしてはここら辺がライバル機になってくるのかななんて思いますけどね。まあこれとまあねこうこれはねアベンタのウッドですね、ここら辺と比べるとやっぱもうサイズ感も全然違うので出しどころは、うん、変わってくるのかなと思いますが、まあ近年どんどんなんかあの小さいボディでもでっかい羽乗せるっていう風になったりして、そんでもってねこうこれなんかもすごい小さなボディに大きめの羽がついてますけどもね、これも小さめのボディにこのステンレス製の大きめの羽がついてることによって誘うのかななっていう感じですかね。まあそんな感じでね、まあ、釣ったのもあれば釣ってないのもあるんですけども、まあ、どんどん羽物をね試しに買ってみようってことで増えてきちゃいましたが、まあこんな感じでね新しくね、RV クローラー仲間に加わったり、これ全部持ってくとねかさばるんで、今日はこれやってみようかなっていうのね先発隊を、決めて、まあ、1個か2個ずつね持っていってるんですけど、またねせっかく買ったんで、しばらくはねこのリボルテージの、まあ、RV クローラーこれねどんな感じかっていうのねどんどん投げ込んでいこうと思いますので、引き続きね、動画、実況動画頑張りますので、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちらリボルテージシリーズから出た待望のですね羽物 RV クローラーですね、これを買ってきて開封してみたいってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。